枝川古墳群、枝川古墳群の、一枝川古墳群は、高知県阿川群、井野町枝川にある、古墳群。三期外の町指定史跡に指定され、一号墳、出土品が、井野町指定有形文化財に指定されている。高知県中部、宇治川北岸の琴平山南斜面に映像された、古墳群である。古墳三期から構成され、東から1.23号墳が所在する。 それぞれ1966年、1972年、1981年に発掘調査が実施されている。3期はいずれも主体部の埋葬施設を横穴式石室とする。石室の石材はいずれも形質砂岩である。1号墳では副葬品として末期等16点が出土しているが、 2.35分は、後世の洞窟で多くが失われており、遺物数点のみが検出されている。副葬品にバグが見られないことから、被装者は階層的に馬を持ち得なかったと推測される。古墳群の映像時期は、古墳時代後期終末期の6世紀末マイナス7、世紀前半頃と推定される。高知県内では、東のもののべ川水系の校長平野において、 数多くの後期古墳の築造が知られるが、西の仁淀川水系では、古墳の数は少なく、年代も更出する。その仁淀川水系において、小規模ながら3期の古墳で、古墳群を形成する点で貴重な遺跡であり、被装者は、宇治川流域の集落の主張と想定される。1.235分の古墳域は、 それぞれ1966年、1973年、1982年に、旧井野町指定史跡に指定されているほか、1号墳、出土品は1966年に、旧井野町指定有形文化財に指定されている。1号墳は、井野町枝川石ヶ崎にある古墳。形状は円墳。1966年に発掘調査が実施されている。 分球は3基のうち最も良好に依存し、直径10メートル程度を測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南東方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材としては、軽質砂岩の割石が使用される。奥壁は4段積みで、側壁は基本的に5段積み。原質天井石は2枚、沿道天井石は欠室。 原質床面には、鶏岩の平石が敷かれる。石室内からは、人骨の一部のほか、玉類、耳食、ブ具、末期にが出土している。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀前半頃と、推定される。二号墳は、井野町枝川にある古墳。1972年に発掘調査が実施されている。墳球は失われているため、 元々の噴景は明らかでない。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南西方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材としては、形質砂岩が使用される。側壁は4段積み。天井石は5枚。石室内は、洞窟にあっており、出土品としては、鉄属1、末期5のみが検出されている。 築造時期は古墳時代後期終末期の6世紀末用マイナス7世紀前半頃と推定される。三号墳は命町枝が空いた屋にある古墳。形状は円墳。1981年に発掘調査が実施されている。墳球は失われているため、元々の墳形は明らかでない。主体部の埋葬施設は左肩袖式の横穴式石室で、 南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材としては、形質砂岩が使用される。天井石は3枚。石室内は、洞窟にあっており、出土品としては、鉄器一、数駅数点のみが検出されている。築造時期は、古墳時代後期終末期の6世紀末用マイナス7世紀前半頃と推定される。ありがとうございます。